中村義都氏は、日本の防衛省機関、外交官、東北防衛局長や、外務省軍縮不拡散、科学部大使を経て、防衛省地方協力局長、東京都出身。1985年北海道大学経済学部、卒業、防衛庁入庁。1990年教育訓練局教育科部員。1992年防衛局運用課総括。 運用班部員兼総理府、国際平和協力本部事務局主査。1993年防衛局運用課、国際協力室部員。1995年長官官房総務課部員。1996年長官官房秘書課部員。1997年人事教育局、教育課部員。1998年防衛局調査課調査第一班長。 1999年長官官房総務課部員。2000年長官官房企画関係、長官官房総務課。2002年在英国日本国大使館参事官。2005年内閣官房内閣参事官。2007年大臣官房広報課長。2009年大臣官房米軍再編調整官。2011年地方協力局地方、協力企画課長。 2012年東北防衛局長。2014年から外務省大臣官房審議官、県総合外交政策局軍縮不拡散、科学部として、ロビン・グライムスとともに、日英原子力年次対話共同議長を務めるなど、した。2016年外務省大臣官房審議官、県総合外交政策局軍縮不拡散、科学部大使。 同年防衛装備庁装備政策部長、2018年地方協力局長、2020年退職、2021年三菱電機顧問、ありがとうございます。